なにも赤く、すべては遅かった。おやすみ、ナナ。変な夢見た。よかった、起きてくれました。アーシャ、おはよう。どうしたの？どうしたのじゃないですよ。近くを通りがかったら倒れてたので心配だったんです。風が気持ちよかったから寝てただけ。心配かけちゃった？悪かったわね。こんなところで寝てたら風邪ひきますよ。ちゃんとお家で寝てくださいね。そういえば前お渡しした傷薬はどうでしたか？ちゃんと聞きました？バッチリ聞いたわ。さすがアーシャね。感謝感謝。まあでも私戦闘だけが取り柄だからあんまり心配しないでね。丈夫なのよ。なんだか放っておけなくて。バレリアさんいつも傷だらけだから。アーシャさん、トトリちゃんどうしたの？露天のおじいさんまた咳が止まらなくなっちゃったみたいで、ちょっと見てもらえますか？あらら、心配だね。ごめんなさいバレリアさん、今日はこれで。ええ、またね、アーシャ。そしてトトリ。よほう、いい子だわ。お嫁に欲しいくらい。あ、アーシャさんにトトリさん、何かご用事でしたか？外で倒れてたから声をかけてたの。でも寝てただけだったみたい。あ、ご心配をおかけしてすみません。ちゃんと家で寝るよう言っておきますね。うん、お願いね。それで風邪ひいて薬が必要だなんてならないように。はい、またおかえり、フロッケ。私お腹空いちゃった。それにしても今日は戻るの早いわね。いつもは夜まで仕事してるのに。それが今日は売れ行きがすっごく良くて、売り物も少なくなってきたので切り上げてきたんです。売り上げの一部はお家賃の支払いに当てましょう。そろそろ払わないとここを追い出されてしまいます。その分食事は少し我慢してもらうことになってしまいますけど。それは仕方ないわね。
悪いわね、いつも稼いできてもらって。私の本業はなかなか仕事少なくて、かといって普通に働くのはどうも苦手で。気にしないでください、行商のお仕事は楽しいです。それにフロッケがこうして暮らしているのはバレリアさんのおかげですから。せめて荷物の片付け手伝うわよ。そのバレリアさんが触るともっと賑やかになって。そうね、おとなしくしておくわ。片付けどうも苦手なのよね。あれどうかした？ないんです、お金を入れてあった袋が。どうしよう、どこかに落としてきてしまったんでしょうか。それか盗まれたか。だとしたら許せない。ええ、許すもんですか。そんな、あれがないとお家賃が、フロッケたちの家が。泣かないで、探しに行ってくるから絶対見つけてみせる。たったいま。何やら不穏な雰囲気だね。ハイディ、実はフロッケが稼いだお金が入った袋をなくしたらしくて。ごめんなさい、フロッケたちの3人の大事なお金なのに。ふはーん、そのことか。じゃーん、これなんだ。あ、フロッケの袋。ハイディでかしたわ。よしよしよし。で、どこで見つけたの？親切なお嬢ちゃんが拾ってくれたんだ。持ち主を探してたから私が引き取ってきたよ。それってもしかしてあの時の。あんたみたいなうさんくさいやつに預けるなんて、とんだお人よしもいたものね。ご飯でもたからおうと思ったけどその気も失せたよ。ほんと、オートもまだ捨てたもんじゃないよね。で、誰がうさんくさいやつだよ。ラブリーのハイディちゃんを捕まえて。よかったです、本当に。さらに二人にいい知らせがあるんだ。その口調に表情、お金に関係することね。ということは、ピンポーン、月影の会から魔物討伐の依頼を取ってきたんだ。来たわね、来たわね。この時を待っていたわ。久々の仕事だよ。依頼の内容は湿地帯に現れる魔物の討伐ね。いいじゃない、討伐腕が鳴るわ。月影の会に依頼が回ってくるくらいだし、冒険者連中も手を焼いてるみたいけど、私ら二人なら余裕。私はただ敵を倒すことしかできないけどね、細かいことはどうも苦手で。そこが重要なのよ。私は頭脳労働担当、バレリアがいなきゃこんな依頼受けてないって。私が作戦を立て、バレリアが実行する、まさに最強のコンビでしょ。早く戦闘して早く報酬を手に入れるのよ。家賃が払えなくて追い出されちゃうわ。それもそうだけど、もっと重大なことがある。この仕事は期限付きなのよ。具体的に言うと明日の夜まで。知ってるでしょ、月影の会は約束を守らない奴にはとことん厳しい。家どころかこの王都から、いや、カラスによってこの世から追い出されるかも。今日中に終わらせるわ。
フロッケも待ってるしね。任せたよ、相棒。